皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回は筋トレでステージ4のがんから生還したがんサバイバーのお話を紹介します。以前の動画でもお伝えしたことがあると思うんですけれども、がんの治療においてですね、筋肉というのはとても重要です。筋肉が減っている人では手術や抗がん剤といったですね、がんの治療がうまくいかないことが多いということが言われていますし、またですね、治療中に筋肉が減ってしまうとですね、治療がうまくいかなくて生存期間が短くなってしまうという研究結果もあります。そこでですね、がん患者さんには筋力トレーニング、いわゆる筋トレをお勧めしています。筋トレでですね、がんに負けない筋肉を蓄えていただきたいというふうに思っています。今回はですね、この筋トレでステージ4のがんから奇跡的に生還した吉賀健人さんについてのお話を紹介させていただきます。吉賀健人さんは、まさにですね、筋トレをライフワークにしている人です。若い頃からですね、ボディービルに目覚め、で本場のですね、アメリカに渡ってですね、初代のミスターオリンピアの、ラリー・スコットから直接その筋トレのですね、指導を受けたということです。で現役時代にはミスター関西とかですね、あるいはミスター大阪といったタイトルを取るほどの、一流のですね、ボディービルダーとして活躍されました。でそんなですね、吉賀さんを襲ったのは突然のがん告知です。吉賀さんがですね、62歳の時でした。しかもですね、この治療が難しいステージ4のですね、希少がん、これまでですね、大きな病気を経験されたこともなく、健康体そのものだったですね、吉賀さんにとってまさにこの青天の霹靂だったわけです。2017年の8月に吉賀さんはですね、数ヶ月前から自覚していた喉の違和感を主訴に病院をですね、受診されて、詳しい検査の結果ですね、気管から発生した専用嚢胞がんというがんの診断を受けました。で腫瘍の大きさはですね、10センチを超えておりまして、すでにですね、この喉仏のあたりの喉頭の部位にも広がっていたということです。この専用嚢胞がんというのは、比較的ゆっくりですね、大きくなるんですけれども、周りの組織へですね、広がりやすく、しかも、遠くの臓器に転移することも多いと言われているがんです。で現時点ではですね、これ抗がん剤など、効果があるものが少なくて、手術で切除する以外にですね、なかなかこの有効な治療法がないと言われています。しかしですね、吉賀さんの場合、このがんをですね、完全に取り除くためには気管、それから喉頭、これ声帯も含まれますけれども、それから甲状腺に加えて食道の一部もですね、切除しないといけなくなる可能性があるということでした。で声帯を切除すればですね、これもちろん声を失うということになります。またですね、気管の大部分を切除してしまうと、この胸にですね、作る気管孔というところから呼吸をしなければならなくなります。でこのためですね、温泉とかプールには入れなくなってしまうということなんですね。で胸の筋肉やですね、骨も切除しないといけなくなるんで、ライフワークであったですね、筋トレさえもできなくなるかもしれないということだったんですね。でこういった後遺症を考えると、もちろんですね、手術はしたくないというふうに思われたそうです。で一方でですね、手術をしなければ、がんがですね、やはり大きくなって呼吸や食事ができなくなって、死に至るということが予想され、5年後にですね、生きている確率は 40% 未満という厳しい現実を突きつけられます。吉賀さんは、セカンドオピニオン外来を受診されたり、他のですね、治療法についても意見を求めて、非常にですね、悩んだ末に、手術を受けることを選択しました。2017年の9月に手術が行われました。幸いなことにですね、食道は切除せずに済みましたけれども、気管と喉頭、そしてですね、
気管孔を作成するために、大胸筋と骨ですね、鎖骨、それから肋骨、胸骨を切除しました。予定よりもですね、早く終わったとはいえ、それでもですね、8時間を超える大手術でした。で、手術中にですね、死亡するリスクもあるこの大手術をですね、吉川さんは無事に乗り切りました。術後はですね、集中治療室 ICU へ入室しましたけれども、経過はですね、順調で、なんとですね、術後の10時間後には早くもですね、歩行訓練、リハビリが始まったということですね。現在ではですね、こういって、早期離巡と言いますけれども、なるべく早くですね、術後、体を動かしてリハビリをですね、開始することが多くなってきましたけれども、それにしてもですね、こんなに早くですね、始まったリハビリについていけたのもですね、やはり吉賀さんが常日頃からですね、筋トレで養った強靭な筋肉があったからだというふうに思います。その後ですね、再発予防のための放射線治療を追加して、またですね、いろいろな呼吸のですね、問題などで、入院期間がですね、長くなってしまいましたけれども、手術から5ヶ月目にようやくですね、退院となりました。体重はですね、10キロ近く減ったということですけれども、やはりですね、手術前に鍛えていた筋肉で、大手術のみならずですね、その後の治療や後遺症を乗り切ったということが言えると思います。吉川さん自身もですね、この命を懸けた大手術を乗り越えることができたのは、トレーニングで築き上げた体力と筋力があったからだというふうに述べられています。退院後はですね、入院時に落ちてしまった体力と筋力を取り戻すために、リハビリテーションに励みます。もちろんこのライフワークであった筋トレもですね、再開されて、現在もですね、下半身を中心にこのトレーニングを続けているということです。自宅での、筋トレに加えてですね、週に2回は、公園でのトレーニングを取り入れているということなんですけれども、見せる筋肉ではなくて、今ではですね、この生きるための筋肉づくりが目的ということで、無理はしないようにというふうに心がけているそうです。それでもですね、現役のボディービルダーのようにたくましい筋肉が戻って、今ではですね、この本当にガンサバイバーと、言われるぐらいですね、素晴らしい筋肉美を誇っておられます。今後もですね、がんの経過観察はもちろんこれ続くんですけれども、持ち前のですね、ガッツとそれから筋肉でですね、がんに負けない生活を送られることと思います。で、このですね、吉賀さんが書かれた、闘病記、筋トレが救った、がんとの命がけの戦いですね、この本はですね、非常に、がん患者さんにとってですね、勇気を与える内容となっています。よろしければですね、ぜひ手に取っていただきたいというふうに思います。はい、このがん情報チャンネルでは、がんについてのあらゆる情報や最新の話題について分かりやすくお伝えいたします。皆さんの知りたいことや、取り上げてほしい話題などありましたら、コメント欄の方で教えてください。また、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについての様々な情報をお伝えしていきます。また、ブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。